ことセレの皆によってアーメン。主イエスクリストによって神である父からの恵みと平和が皆さんと共に。皆さん神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を認めますよ。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。恵み豊かな父よ、御一人子の道を備えることができるよう私たちを力づけてください。清い心で御子の降誕を迎えることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に悠々に生き支配しておられる御子私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。イサヤの預言。私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う。恐れるな、私はあなたを助けると。あなたをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は言われる。恐れるな、もしケラの言うなヤコブよ、イスラエルの人々よ、私はあなたを助ける。見よ、私はあなたを脱穀とする。新しく鋭く多くの歯をつけた脱穀と、あなたは山々を踏み砕き、丘をもみガラとする。あなたがそれを煽ると風が巻き上げ、嵐がそれを散らす。あなたは主によって喜び踊り、イスラエルの聖なる神によって誇る。苦しむ人、貧しい人は水を求めても得ず、渇きに舌は干上がる。主である私が彼らに答えよう。イスラエルの神である私は彼らを見捨てない。私は不毛の高原に大河を開き、谷愛ののに泉を湧き出させる。あれのを湖とし、乾いた地を水の源とする。あれのに杉やアカシアをミルトスやオリーブの木を植え、荒れ地に糸杉、もみ杉の木を共に茂らせる。彼らはこれを見て悟り、互いに気づかせ、目覚めさせる。主の御手がこれを成し遂げ、イスラエルの聖なる神がこれを創造されたことを。神の言葉。See you.
神様が作られたこの二人の人物です。
人を褒めること、人の、良いことを認めること、それは自分自身の健康のためにもとても大事だと思います。イエス様、偉い人けれども、洗礼者やヨハネのことを褒めた。今日の福音書の中で。というそう、女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。旧約聖書からいろんな預言者、イエス様の道を準備するのはまさにこれ、洗礼者ヨハネは最後の預言者でした。イエス様の道を整えて、備えて、自分はその悲しい苦しい道を選んで、この間の日曜日の福音書をまた今度の日曜日ヨハネ福音書から洗礼者ヨハネの生活は分かりました。だから今日イエス様が洗礼者ヨハネを褒めたということも、またこの二人ともの関係はこの対抗説の毎日の福音書を黙想することはできます。一つの教訓になったのは、イエス様が偉い人けれども洗礼者ヨハネを認めて褒めることは分かります。私たちも他人に対して、またそのいろいろ自分の心の中で時々不思議な気持ちがあります。できる人に対して、偉い人に対して、同じ仲間、その認めること、褒めること、なかなか人間は時々難しい。自分は偉い、自分は正しい、その自分の道を他の人を認めることができるように、よく自分のいいことを見せるだけです。これ子供の頃から大人でからまで、それ時々激しく子供の性格そのまま、わがまま、だからこれは大変になりました。今日も詩編の言葉もとても素晴らしい言葉です。神は恵みと憐れみに満ち、怒るに遅く、慈しみ深い。親に対して、特に日本の伝統のお父さんは厳しく、しつけ、子供たちに対して。それ昔のおしんというドラマ、連続ドラマ、私小学校頃から日本の文化、昔のやり方は、男性の言葉はちょっと厳しく感じました。女性は優しく。そのおしんのドラマを見ると私感じました。だから今日の詩編も、神様という父なるというイメージは、怒るに遅く、慈しみ深い。これは素晴らしいことです。だから自分の両親、特にお父さんは、そのイメージが父なる神様の優しく体験したから、父なる神様、今日の詩編を、怒るに遅く、慈しみ深いということも簡単に受け止めることです。でも逆にしたら、なかなか神様のイメージはちょっと難しくなります。けど私たちのミサの中で一つの願いは、私たち一人一人、このイエス様のように、他人のいいこと、褒めるか、認めるか、それは自分の健康のためにもとても大切です。その、否定するではなくて、その人が神様の子供だから、そのいいこと、いろいろあります。どこでも、どこの社会でも、司祭同士、信者同士、また、
agama. Kasapulu no memba no nakami ho iroiro kyoso suru koto iroiro arimasu. Dakara koso kono yu sama no yu ni watashi tachi mo yoi kokoro. Soshite senrei sa Yohane mo onaji yu ni jibun wa fusashiku nai kono sukui nushi no tsubi suru koto mata senrei sasukeru toyukoto wa senrei sa Yohane wa fusashiku nai keredomo kono kami no michi o ayuma nai toikenai kara senrei o sasuketa kodo no ichiyobi no kuinshi o mo watashi tachi makusoshi desu. Kono negai de watashi tachi kono misa de mata ichirichi Yu sama no kokoro mata senrei sa Yohane no kokoro hito no ii koto mitomeru omeru koto ga dekimasu yoni kono misa de issho ni negai tai to omimasu. Kamiyo, anata wa bambutsu no tsukuri nushi, koko ni sunaeru pan wa anata kara itadaita mono. Daichi no megumi, rodo no minori, watashi tachi no inochi no kate to naru mono desu. Kamiyo, anata wa bambutsu no tsukuri nushi. Kamiyo, anata wa bambutsu no tsukuri nushi, koko ni sunaeru udoshi wa anata kara itadaita mono. Daichi no megumi, rodo no minori, watashi tachi no inochi no kate to naru mono desu. Kami yo, anata wa bambutsu no tsukuri nushi. Bambutsu no tsukuri nushi dearu kami yo, kono sonae mono ukeirete kudasai. Watashi tachi no mono wa mina, anata kara itadaita mono desu. Ima, kansia o komete sasageru sonae mono ga, eien no inochi no kate to narimasu yoni. Watashi tachi no shiu, Yesus Kristo ni yotte. Amen. Shiu wa minasan to tomo ni, kokoro komete kami yo aoi. 聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。キリストは人間の惨めさを帯びてこの世に来られた時、父の定められた愛の計画を実現し、私たちに永遠の救いの道をお開きになりました。 栄光を帯びて再び来られる時、今私たちが信頼してひたすら待ち望んでいることは、すべて叶えられます。神の意向をあがめ、敬おう敬おうすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主よ、主の栄光は天地に満つ。 天の糸高きところにおさん。誉べきかな、主の名によりてきたるもの。天の糸高きところにおさん。誠に尊く、すべての聖々の源である父よ。今、聖霊によって、この供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主、イエス・キリストの 本体と恩賜になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これは、あなた方のために渡される私の体である。 食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。
これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマス・アクイナス・マイダ・マギオとパウロ・サカエ・トシヒロ、すべての清役者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また、かつの希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア聖作都市とすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。本校イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての生まれと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみにたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみにたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子、キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きますよ。Thank you.
ますよ。恵み豊かな神よ、命の糧を受けた私たちを強めてください。地上を旅する教会がいつも変わらぬものを求めて生きることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人この御様に共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭を終わります。主の御名のうちに神に感謝。